今回はですね、今秋田の南部の方の渓流に来てます。もう8月の下旬なので、もう夏からこれから秋に向かっていくというような季節ですね。で、まあそんな中をですね、今回はサムシャットを使いながら、攻略していこうと。で、まあこの秋の夏から秋に向かうこの季節には非常にこう釣りやすいルアーでもあるので、今回これを中心に、やってみようかなと思っています。まあ、この季節ね、魚どうしても産卵を意識した行動にはなってくるんで、産卵前の行動、非常に、たくさん餌を捕食して、産卵に備えるわけなんですけども、それと同時にですね、自分の産卵に向かってですね、いいポジションだったり、いい場所、いいパートナーを見つけるためにいろいろな行動、雨が降ることによって移動したりしていくんですけども、それ2つ、合わさったところの、読みが必要かなっていう感じですね。で、やっぱりこう水温が下がってくるとどうしても捕食っていうよりか産卵を意識した行動にはなってくるんで、その辺をこう読み違えるとどうしてもこう魚の、ポイント外した、攻めになってしまうんで、その辺をこう読みつつなんですけどもね、今日はやってみようかなと思ってます。夏、水温が結構上がったと思うんで、そこからまとまった雨が降ってだいぶ水温が下がったと思うんでね、イワナがすごい活性が上がってるんで、逆にヤマメよりかコンディションは今この辺の川ちょっとポイントのコンディションはいいかなっていう感じですよね。すごいこうまだまだ産卵までだいぶあるんで、餌をまとまって行こうかなっていう感じの出方ですよね。もう水面に、水面付近に落ちた瞬間にこう出てきて、激しくこうルアーを追うっていう感じですかね。難しいですね。ちょっと秋から夏から秋に変わる感じで、一雨でかなり状況が変わってくるんで、イワナがちょっと出てきてますね。多分ヤマメも動いてる、どっか溜まってると思うんで、そういうところを探しながら釣る感じですかね、今日はね。背の開いてるところにはあんまりいないような気がするんで、どっか溜まってる落ち込みとかの辺を探っていくような感じですかね。ちょっと深みがあった方がいいですね。ああいうとこで多分複数の魚が入って、産卵の時期を待つって感じだよね。上がるんだったら さらに上がって産卵の場所に上がっていくだろうし、上がれなかった例えば上がれないところだったら、その縁の開いてるところだったりで産卵したりするっていうのが渓流魚だよね。ここは多分まだ全然上がれると思うんで、上に多分産卵
に適した場所が、まあ、あるんであれば、そこに、そこを目指すと思うんだけども、まず、どっから集まるんだよね、こうやってね。集まって、なんかこう、集団でこう、パートナーを見つけるっていうのが、この時期かな。うん、活性がいいですね。いや、イワナの活性がだいぶいいんで、うん、まあルアー流すと真っ先に来てしきますよね、イワナが。ですね、今回のこうフックパターンはですね、あえてテール1本のシングルにしてますね。まあ本来はですね、サムシャットフロントとリアと両方つけて、装着されているんですけども、まあ、フロントの方にはあえてこうダミーの、シンカーを入れることに入れてバランスをとって、テールの1本に絞ってますね。これなんでかっていうと、まあ、正規なんかはですね、活性の高い正規なんかはこう反転して、下から食い上げて、お腹のフックにかかることってのは非常に多いんですけども、この季節はですね、どちらかというとこう、まあ、植生は多少落ちてくるので、まあ、テールから追尾して食うっていう状況の方が、まあ、多いと思うので、あえてテール1本に絞って、まあ、このテールから食わせるっていう、まあ、そういった、パターン、攻略法を取ろうかなと思います。ダメだね。まあ、この季節、秋に向かう季節で、まあ、このサムシャットを使うわけなんですけど、まあ、このサムシャットを使う大きなメリットですね、これが2つあるんですけども、まずはですね、まあ、ミノーではなくてシャットであるということで、まあ、オフセットリップで、若干ですね、まあ、沈んでいくとか、まあ、潜っていくっていうことなので、非常にこうショートレンジで、潜んでいるフィーディングレーンに潜んでいる魚に対して、まあ、ミノよりか若干レンジが下がるので、まあ、ダイレクトに頭に届けられるっていうのが一つ。あとはですね、まあ、これサスペンドなんですね、サムシャットっていうのは。サスペンドなので、非常にこう、まあ、シンキングと違って漂うような感じ、止めることによって、まあ止まって漂って、魚にこう食わせる間みたいのを与えることができるので、その、サスペンドのメリットを生かした釣りができるということですね。まあ、この2つが大きなメリットですね。
や、小さプラス10センチですね。でも上の方がやっぱり魚の気配はあるよね。こう開きにプレッ人的なプレッシャーがないのに開きに出てなくて、こう落ち込みの深いところにいるんだよね。もうちょっと開きに出て、まあ餌を食うんだったら開きに出てた方が、まあ、楽だと思うんだけども、そう今日はそんな感じではなくて、こうなんかこう追い込まれてるじゃないけども中に入ってるんで、ちょっと釣りづらい目はありますよね。ちょっと山雨っぽくなってきたよね、谷が。もう冷たくないんだよね。こういうところいいですよね。開きについて、開きにないんだよな。いやいい山目だな。いやー、止めなくて食ったと思ったな。いやー、綺麗だよ。魚の栄養っていう場所深いんだ。ちょっと深いんだよ。本当にこうこのここが彼というか、まあ、山のポイントだとすると、もうちょっと開きに出てるはずなんですよ。餌取るんだったらここが楽だから、こう流れがこう深いとこから浅くなって流れがこう下から来るんで、こうやって浮いてるのが楽なんですよ。なんでそこでいるはずなんだけど、今日はね全然いないんで、ちょっと入ったところの要は岩盤の中の方にいるんですよね、下の方に。で、何匹かでいて、なんだ、まあ、もう産卵に備えた準備を始めてるっていう状態だと思うね。うん、追い方もこう、緩慢なんで、餌が来て、ドンと落ちて、ダンってんじゃなくて、なんかこう、ずーっと追ってくるっていう感じでしょ。うん、で、ラスベントのサムシャットで止めた時に、食ったと思ったんだけど、食ってなかったですもう食った、まあ、食うと思ったんだけど、タイミング的にはもうこういうポイントは本当にこの季節入魚が入ってくるんで、もう岩盤でこうがっちりこう流れがポイントが形成されてしっかりしてるんで、多分下もえぐれてると思うから、こういうところは魚が必ずまあ、産卵までの間にこうまあ、ちょっとここにいるっていう感じかな、それ成熟するまでね。うん、これダメだね。もう結構秋っぽい魚体ですけどね、そんな大きくないけど、ヒレがね本当にピンと伸びてて綺麗ですよね。元気だね。動いちゃった。
まだ結構あの捕食バリバリのヤマメでしたね。ああいうやつもいるんですね、うん、あれでも成熟するともう今年の秋には産卵に参加するんじゃないかと思うんですけどね、うん、だいぶふかふかだね。柔らかいでしょ、うん、ふかふかだ。いや、まあ人は昨日入ってんの。これウドなんだけど、ウド取ったもん。あと多分昨日人が入っててで釣られてるんだけど、まあ釣り残ってるとこがところであるんで、それをこう拾っていくっていう感じですね。まあ、ちょっと全然ダメかと思ったけど、まあ魚が少し出てくるからそれ拾ってっていう感じですね。いや、あのブッシュの下に入ってた、あ、いいとこ入れば大体一発。これあの表面についてるの、これ寄生虫っす。東北だとあまり寄生虫ついてる魚っていないんですけど、ここはいるんだよね。行こう、戻ろう。やっぱ奥にいたな、そこのとこね。食わねえな。あー、このぐらいがちょうどいいね。よいしょ。多いね、うん、下から行こうと思ったんだけども、あの木の絡んでる
一番下のところ辺にいたんですよね。で一回追ってきてそれが下がったんで、それがもう一回上から、ダウンクロス気味に送り込んであげたらかかったっていう感じですね。いい魚出てきましたね。じゃあこれリリースしたいと思います。はい、もう元気よく帰ってきましたね。今回はですね、秋田の南部と山形の北部を、2日間に分けて渡って釣ったんですけども、まだ今日も日差しも強いし、気温も高いんですけども、もう水の中はもうとっくに秋の気配を感じてるっていう感じ、魚は特に感じてるって感じなので、食性重視してるその真夏のパターンから、秋に釣っていく、そういった季節を釣っていくっていう形だったんですけども、難しさはあるんですけども、やっぱり、秋の気配を感じて少し産卵を意識した個体がこうまとまってくる時期でもあるんで、食性だけじゃなくてその集まってくる魚の、ポイントなんかをこう見極めて、そこに、うまくルアーを、送り込んだり、今回サムシャットでやったんですけども、そういう、アクションつけつつ、それでサスペンドさせてステイさせて、魚の反応をこうこちらに向かせるっていうことで、食う間をね少し与えてあげるっていう、今回の釣りだったんですけども、なかなか本当に難しい、食性だけだと割と簡単ではあるんですけども、そういった魚の、意識をね少し変えさせるっていう意味では難しいパターンだったんですけども、なんとか楽しむことができたと思いますね。